こんにちは、シュハリの塊中留かばたりクラビタたけちゃん、ゆみちゃんです。本日はですね、ゆみちゃんからスリリングさんに一言お礼があります。はい、スリリングさん、シュハリありがとうございます。はい、なんとねこの人いただいてるんですよ。僕には送ってこんのに、僕にも送ってください、師匠。まずは振動数を測ってみよう。はい、今回はですね、工房動画なんですけど、はい、実はゆみちゃんこの前師匠のとこ埼玉に行ったと。そう、はい、越谷リンクスにお邪魔しました。はい、何かしてもらった。うん、いっぱいスイングの診断をしてもらった。ほう、なんかねスイングの診断してもらったって言いながら、なぜか数日後うちにこのシュハリのドライバーシャフトが届いて、実はドライバーじゃなくてフェアウェイも言っても届いたんですけど、はいはい、ゆみちゃん用にと。あの野郎俺にはくれんのにゆみちゃんにはしれっと渡すっていう激励の言葉と一緒に、いやなんかひどい話やねということで今日は勝手に自分で作ってもらおうと思いますいやもう腹立つやん、なんか俺くれんのにさ、なんでゆみちゃんのシャフトがボンってうちに届くんかって。まあとりあえずじゃあ、まあ今のスペックにね、冗談ですけど今のスペックにできるだけ合わそうと思って、これもちろん僕合わさせてもらってるんで、長さ、振動数、バランス、これを揃えていきたいと思うんで、まずゆみちゃん自分で測りましょう。はい、これは60度ほどですね。はい。はい、で、測ります。ここにヘッドを合わせて。はい、44.5。44.5インチですね。うん、はい、続きまして振動数いきましょう。はい。あなたいつも俺の見てるよね。なんかなんだそのぎこちない動き。おお、ここあれ？大丈夫。引っかかったな、引っかかったな。ちょっと待って待って、止めんかった。いつもこれ、いつもこれしかしようがない。はい、行きます。はい。あ、偉い偉い。はい、行きます。はい。229ですね。229ね。はい、229。もうそれいいから。はい、OKね。はい、バランスですね。はい、バランス測ります。はい。それもそのポーズないなバランスでさえ。C の7、6、7か8、7ぐらいかな。C の7ですね。はい、C の7です。はい、じゃあ早速抜き作業からね、今のこの青先を抜いていこうと思うんですけど、はい。次は続きで 44.5インチやったんだけど、うん、どうちょっと飛ばすため45にせん？しない。即答？もうせんの？今のでいい。はい。はい。でも自分でやってよ。うん。しない。すみません。お前何ためエプロンつけたんで。はい。ということで、じゃあもう時間も無駄なんで、はい、やっていきますね。まずこのソケットを切りますね。はい。ヒートガンで温めます。はい。ある程度温めたら、もうこれ切っていきます。それぐらいでも切れるんや。はい。あんまりすると今度このソケットが焼けちゃうんで。うん、はい。はい、じゃあゆみちゃんのヘッド抜いていくんです。これ残念なことはね、カーボンクラウンなんで。なんで残念って。今日めんどくさい。ちょっとカーボンクラウンはね、ちょっと熱に弱いんで、うちは靴下をこうかぶせてあげて、これ誰か使用済みの靴下で、まあもちろんね早く抜けばそんな問題はないんですけど、一応念のためカーボンクラウンに対してこう靴下巻いとけば、やっぱカーボンは熱に弱いんで、はい、こうしておかないと、たまにこうクラウン側がパカッと外れたり変形したりするっていうのを聞いたことがあります。僕はしたことないんで、そんなことをやったことないんで、はい。だんだん伸びてきて。靴下が。いきます。抜けますよ。おお。で、ヘッドが抜けるんですね。はい、これね接着剤をヒートガンで温めて溶かして結局抜くってことですね。ちなみに先ほどの靴下は濡らしてカーボンクラウンを守ってました。はい。僕らは早い、まあ自分でもなんですけど早い方なんでそんなにここに負担かかることはないんですけど、一応念のためこういうふうに冷やしておかないとカーボンクラウンがポコッと変形したりすることもあるので、はい、カーボンはそれぐらい熱に弱いってことですね。はい、はい。続きましてこの抜いたヘッドの穴を掃除します。接着部分。そう、先ほど抜いた時の接着の残りカスっていうんですか、がありますので、これきれいにしとかないと。はい。まあドリルでね。念のためうちはちょっと粗めのこいつで。サンドペーパー。あ、そうですね。普段名前呼ばないんで、粗めのこいつで。こいつで。スッキリ動画。はい、これで僕の気持ちが入りますはい、じゃあ今から、振動数合わせていくんですね。44.5 インチで 229cpm やったかな。はい、はい、だからまあバランスとかも合わさないかんけど、とりあえず仮差しをしてですね、こう仮差しして 44.5 インチのところにちょっと印を入れます。で、まあノーカット、先端ノーカットでこのシャフトがどれぐらい出るかっていうのをちょっと調べてみますね。225ですね。だいたいだからノーカットで225出るってことは、229に持っていくためには先端を少しカットしないといけないってことですね。はい、じゃあ実際ちょっとしていきましょうか。はい、じゃあまずちょっと1インチぐらい先端をカットせないかんので、まず1インチぐらい余裕を持って切ってみます。まあ 45.5 ぐらいで切るってことでね。はい、切ってみましょう。今 45.5 インチのところでカットしたんで、あと1インチ切り幅があるんですけども、これでどれぐらい振動数が出るかっていうのをちょっと見てみますね。217ですね。217ってことは、ここから1インチカットしても多分229までは間違いなく届きません。なのでここから先端を先入れてみますね。今先端を半インチカットしてみたんですね。だから今45インチです。はい、まあこのままやってもいいかなと思うけど、やっぱり短い方がいい。じゃあ45インチで今どれぐらい数字が出るか見てみましょうかね。お腹何十か大丈夫？223ですね。思ったほど伸びないシャフトですね。これは先端をカットしても、シャフトによってまあそういう風にまあ僕らは半インチカットしたら8ぐらい伸びるって計算してるんですけど、さっき何本やったっけ？さっき7ぐらいだったよね。だからまあ逆に言うと 6cpm、 まあちょっと伸びが少ないシャフトですね。ってなってくると、もう一回先端入れないかんってことですね。はい、はい、もう一回先端入れてみますね。はい、目標229っけ？うん、OK。じゃあ今からもう一回4分の1だけ入れてみますね。はい、はい、先端をさらに4分の1カットして、もう 44.75 ぐらいまで来ましたね。とりあえず振動数見てみますね。はい、お、227まで来てますね。もうほぼほぼ、はい、あとはバッとカットできると思うんですけど、ちょっとバランス測ってみますね。はい、ちょっとお相撲ちゃんちょっと色々させてください。バランスは何倍だったかな、C の7やったね。はい。ゆみちゃんのは軽量のグリップを入れますから、まあこのままいっても問題ないですね。はい。はい、はい、振動数は227まで来てるんで、あとはもう4分の1バットで切ってみようと思います。これでいけると思います。はい。これで 44.5 インチになりました。あとは振動数が229になれば正解ですね。どうでした？お願い。おお、なりましたね。さすが229。いや、すごくはないんやけど、普通ですから。はい、ということでね、はい、あとはゆみちゃんのグリップ、軽量のグリップさせて、バランス調整して C 段に合わせれば完成ですね。はい、じゃあ最後接着作業ですね。ちょっと、シャフトのこの先端側と受け入れ側ですね。受け入れ側をきれいに掃除しまして、いよいよ最後接着ですね。接着剤は 0.5g で、間違ってもバカみたいに入れるやつがおるんで注意が必要ですね。許してあげて。はい、許せません、あれは高いですから。社長になってなお腹立ってきたもうここの作業は絶対誰も刺さない2種混合の、そうですね、2液混合ですね。これでこれがすごい接着がね強いと言われてるんですけど、間違ってバカみたいにいるやつがいますからね非常に注意が必要ですねこれは固まるのどのぐらいかかる？早いですよ。もう1時間で打てます。だから5分ぐらいでもう硬化が始まりますね。だから結構急いでやらないと、だから今回1本だからいいんですけど、アイアンとかやったら3、4本一緒にするじゃないですか。その時は最後左線区だったりする時も、体もちょっとこう硬くなって、あとは季節によってもすごい効果が早い時期とかあるんで、結構これはね急ぎますね、僕らもね。グリップ入れるも急がないかなんですけど、接着の方が意外と難しいかもしれないですね。はい、じゃあしっかり接着剤がまぶされましたので、まぶすとかしてはい、ここに、はい、ここでね、ちょっと魔法の粉をキラキラキラ、はい、魔法の粉をね、やばいやつですよこれね。これやばいね。ガラスの粉ですね。ガラスの粉です。接着していきます。はい、それで接着剤の余分なやつを拭いてですね。あとはシャフトの位置向きを合わします。よいしょ。まあ基本的にはね、シャフトの文字が裏になるようにっていうのが基本なんで。はい。シュハリという文字がね、裏になるように。はい、これだけです。最後はもう本当に気持ちをまじない。はい、終わりです。はい、まあこれ僕はスティールおまじないなんですけど、気合が入ってね。はい、これで僕の気持ちが入ったんでね、これで皆さん大体ね、青く人が多いです。これちょっとでも知られざる。知ってる？そのフィッティングでこう。お願いしたかった、それやってるの知らないよ、そんなこと。知らない。だから気持ちを入れてるんですよ。それお客さんにそれは言うもんじゃないです。僕が入れるもんなんで、言っちゃったけど。ちょっとしたことをね、やっぱり自分が見た人の作るっていうのは、その時にやっぱ結構ちょっとこうしてあげようとかっていう、やっぱ気持ちが入るんですよ。それが意外と良かったりすることもありますね。ただこっちの自己満かもしれないですけどね、数字以上になんかこうちょっとこうしてあげようとかっていうのはやっぱ思う時ありますね。そうですよね。はい、ということでこれであと1時間も乾けば、まあグリップ入れないかんで実質は2時間かかるんですけど、はい、まずこっちの接着は1時間でもう打てるようになりますから、はい、もうこれで置いとけば打てますね。また打った感想もいただこうかなと思うんで、はい、とりあえずこれで出来上がりです。はい、続いて。打ってみよう。はい、実は、これリシャフトしてですね、2時間経ちました。実はゆみちゃんにリアルシラを、はい、初打ちですよ。はい、はい、これかっこいい。朝一緒、僕にもください。かっこいいね。はい、お願いします。ガラッと。ね、イメージ変わったね。いきます。だから可愛いからかっこいいから。かっこいい。データを見てみよう。はい、ということで早速最新のシュハリの R 打ってもらいました。はい、初めてにしては結構飛びましたね。ヘッドスピード 34.8、打ち出し 17.8、スピード2500で178、これは飛んでますね。はい、まあ何よりも、まあ、最近みたいな確かに触れてるっていうのはあっても、34.8 ってさすがヘッドスピードが減速しないただ一つのシャフトですからね。絶対課題項目やと思う。ただ一つではないよね。でもこうしっかりついてきてる感じがしっかりしてる。多分ね、これはね面白い。これって人間どこで硬さを感じるかなんですけど、振動数ほぼ一緒で作ったじゃないですか。というかむしろ全く一緒で作ったじゃないですか。だけど結構男性はどっちかっていうと切り返しで硬さを感じるところですね。だからどっちか手元が緩いシュハリの方が柔らかいっていう人がおるんですけども、青先手元どっちかって硬いんで、だから結構反対のシャフトなんですけど、ゆみちゃんのように。女の人多いのがインパクトで硬さを感じるからですね。でも青先は最後インパクトゾーンでキュッてくるのが、シュハリは先端はしっかりしてるんであんまり来ない。多分そこの硬さを感じてるんだと思う。これ結構男性女性で感じ方変わる人多いんで、男性は多分シュハリの方が柔らかいっていう人多いですよ。そうなんだ。そこはもう感覚の部分なんですけど、それでも当たり負けしないっていう部分で、あと何よりやっぱヘッドスピードが上がってる。でもなんかしっかり触れそうな気がする。今日言い訳あるよね。早朝ラウンドしてきた。そうなんですよ。じゃあ何気にこう動画撮る前に早朝ラウンドしてきて、何時起きたの？ 4時。むちゃくちゃその寝てない。うん。まあ帰りの運転気をつけてください。お昼寝ちょっとだけした。まあでもね、それだけ早朝1ラウンドしてしっかりこれだけでヘッドスピード30度上げて、まあ本当に最近彼女よく触れてて、まあ、それにしっかりついてくるように、まあね、師匠が選んでくれたと思うんですけども、まあ、そういうのが今後ね、まあ、慣れてないのはあるけど、これからちょっとでもね仲良くなっていって、またいい結果になるので、まあ、みたいなところでフェアウェイとユーティリティの方もね、かなもう変えていくことになるので、まあ、シュハリでも揃えていきますから、皆さんユミちゃんと同じシャフトにしたい人はシュハリ、ユミちゃんと同じウェッジにしたい人はサティスファクションという形で、もうユミちゃんのウェッジでもユミちゃんのシャフトでも何でもいいです。売れれば何でもいいんです。ということで皆さんゆみちゃんのシャフトお待ちしておりますので、今後ともよろしくお願いします。最後にちゃん、スリリングさんにお礼いたします。はい、スリリングさんありがとうございます。これで200ヤードを目指そうと思います。はい、じゃあゆみちゃんのシャフト購入お待ちしております。ベッチも。チャンネル登録、高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス。チャンネル登録よろしくお願いします。